はは。い、こんにちは高野です。今回は6月15日のジャズということで、えー、1976年の6月15日に録音されましたデクスター・ゴードンのアルバム「ララバイ・フォー・ア・モンスターというアルバムを紹介したいと思います。レーベルはスティープル・チェイスですね。パーソネルはデクスター・ゴードンがテナー・サックスでニールス・ヘニング・エルスティッド・ペデルセンがベースでアレックス・リードがドラムスというピアノレス・トリオ。 ですね、でピアノがいないあるいはギターのようなコード楽器がいない中でシンプルな3人の編成で演奏されているんですけれども、まあ、コード楽器不在でもよく動くあのペデル線のベースのサポートがあったりとかあとまあちゃんとバークリーだったかなちゃんときちんと大学で音楽を学んでいるドラマアレックス・リルのサポートがあるので全くコード楽器の不在は気にならないスイスイ聴けてしまう。 アルバムですね、心地よいいアルバムだと思いますもう1曲目の、ね「ナーサリーブルース」からしてね「タッ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 タラララいましたねお空に光る」みたいなすごいなんか素朴なメロディーで,であのデクスター・ゴードンのちょっとねちょっとぼけた感じの吹き方しているのでちょっとずっこけそうになりましたけどまあまあ「あのナーサリー」ですからね。まあ 託児所ブルースとかあるいはね幼稚園ブルースみたいななんかそんな感じなんでしょうねだからまあ分かりやすいメロディーで始まっていると思うんですけれどもねまあそこそういう感じでもつかみばっちりみたいな感じで、ね、サキソ・先祖コロッサスの「セント・トーマス」みたいな感じですごく素朴で分かりやすいメロディーからスタートを切っているのですごく安心してこのアルバムの世界にすぐに入り でね、まあ、ペデルセンのベースとデクスター・ゴードンのテナー・サックスっていうのはいい意味であの良いコンビだと思うんですよ。どういうことかというと全くリズム感が違うんですね2人は、まあ、白人ベーシストのニュールス・ペデルセンでさらにクラシックの教養を身につけているペデルセンっていうのはやっぱりすごく。 達者なんですよ。一言で言うと達者なんですよベースの,あの運転というか操縦というかベース使いこなしている人なんですよねだからついつい饒舌になってしまうタイプのベーシストでまあ肉らしいほどですねテクニックがある人なんですよそれでリズム感覚っていうのはちょっと前のめりな感じなんですね、まあ、白人ベーシスト特有のちょっとツッコミ気味のベースでちょっと早いんですよねなんとなく聴いている感じが同じテンポでも。 あの同じででも遅く聞こえるんですよレイドバック奏法って言われているんですけれども少しリズムに遅れて乗っていくような奏法なんですよ。だから突っ込みとボケみたいな感じが成立していてですねあの突っ込むベースとちょっと遅れるテナみたいな感じそれが同じ。 感覚で、ね、突っ込んだりあの素人が演奏するとある小説では早く弾いたりとかある小説はちょっともたったりとかちょっと不規則になってしまってそれが効いていて不安定な感じをもたらすんですけれどもまあさすがはこの2人プロなのでちゃんと自分の体内感覚体内時間を守って演奏するので例えば12341234と4拍子が演奏されてても例えば それぞれ楽器奏者によってまあそこが楽器奏者の個性なんですけれども1に対してどう音を置いていくかどう乗っていくのかなんですよ。1、2、3、4ってジャストに乗るタイプのミュージシャンもいればペテルセンの場合0.9、0.9みたいな感じだと思うんですね。0.9、1.9、2.9、3.9みたいな1ってなるちょっと前に音を置いていくタイプなんですよ。逆にネクスタ・ゴンドンっていうのは1.1、2.1、3.1、4.1みたいな感じでその拍くよりちょっと だけ遅れている感じなんですねだからあの例えば、まあ、仮にですけどもねあのペデルセンが0.9で一泊に対してそれでゴードンが1.1だとすると0.2ずつのこの遅れの感覚みたいな時間タイム感覚の差がずっと均等に0.20.20.20.2っていう感じで進んでいくのである小説ではある泊では0.3になってある感覚では1になったりとか。はい そういう差が出てくると聞いているとなんか不安定でまあアマチュアの演奏みたいに聞こえてしまうんですけれども等感覚で自分の体内感覚を守って演奏しているのでそれがまた心地よかったりもするんですよね。例えばあのそれがまあ,ある意味バンドの個性だったりになったりもするんです特にベースとドラムスの関係っていうのはねそれが一つのこのリズムの個性だったりとかまあ長らく活動していたりするとそのバンドの個性になってバンドのサウンドっていうのは その歌詞とかメロディーとか、まあ、コードだったりもあるんですけれども意外とノリっていうのがそのバンドの大事な個性になったりもするんですよねだからロックで言えば SixTONES なんかがすごい分かりやすいと思うんですよね。タイトなチャーリーワッツの リズムに対してちょっとルーズなキース・リチャーズのリズムギター聞くともうそれだけでああストーンズだってもう一瞬で分かっちゃったりするじゃないですかそれがバンドの個性だったりするだから自分たちの異なる体内時間に対してどう折り合いをつけていくのかっていうねそれをうまく見せることができればもうそれのノリが一つのバンドの個性だったりもしますよねでももうキース・リチャーズがチャラッチャってギターをちょっと遅れたようなちょっとルーズな感じで弾いたのに対してチャーリアツがズタンッ タタタンン、ン、ってチャラチャンタンタンみたいなね正確に刻んでいくとなんかその対比がすごいストーンズの個性に聞こえちゃったりもすするんですよね。あとジャズで言えばまあ極端な例を挙げるとロン・カーターとあとはあれですよねトニー・ウィリアムスのコンビなんかも等間隔でその時間の体内時間の差が進んでいくのでそれも一つの,あの心地よいリズム フィギュアを形作ってると思うんですねやっぱりトニー・ウィリアムスのドラムってのはツッコミ気味なんですよね、まあ、12341234に対してトニーの場合はもう0.850.850.85ぐらいの1.852.853.85ぐらいな感じでこう体内感覚どんどん前に前に進んでプッシュしていくのに対してロン・カーターっていうのは1.052.053.05みたいな感じで。 あの音を置いていくのでその等間隔のズレ感覚がもう一つのある時期のマイルスのクインテットのリズムフィギュアを形成していたと思うんですよね。 まあ日本だとねちょっと極端な例だとやっぱ几帳面な日本人だなと思いますけどベースピック引きで正確な松井常松とベあのドラム正確な高橋誠の8ビートのボーイのリズムなんかあのタイトでまるで打ち込みのような正確なリズムねベースとドラムの一体化したリズム、まあ、そこに布袋寅泰のギターが自由に絡んでいくみたいなねあのボーイが人気だった理由っていうのはも,もちろん ビジュアル面とか歌詞とかそういういろいろな要素あるんですけど、ね、キャッチーなメロディーだったりとかいろいろあると思うんですけど、まあ、楽器好きからしてみればですねボーイに魅了された理由っていうのはあの正確なリズムなんですねリズム鉄壁なリズムコンビネーションっていうのはそれも一つのバンドの一つの個性だったんじゃないかなと思ってます。なので一流のバンドというかね一流のグループっていうのは特有のグルーブをノリを持っていたりするんですね。で まああのー、彼らはバンドじゃないんですけどもデクスター・ゴードンとニール・スペデルセンとかアレックス・リードっていうのは、まあ、寄せ集めセッションっていうのはそれまでですけど、まあ、スティープル・チェイスでよく共演している、あのー、気心の知れた仲間同士なので、まあ、いつもの調子で演奏していたら、まあ、普通に演奏したらなんか聞きやすいアルバムがまた1枚できちゃいましたみたいな感じなのがこの「ララバイ・フォア・モンスターですね。 まあこのアルバムのレコーディングを最後にデクスタ・ー・ゴードンはまたニューヨークフルスのニューヨークに戻りますけれどもねその間13年間デクスタ・ー・ゴードンは63年の5月にニューヨークにやってきてそれで13年ほど活躍して76年の <laughs> まあ年末にはもう戻っニューヨークに戻ってしまうわけですけれどもねまあジャズ・イグザイルって言ってねアメリカでは単なるこう 技の優れたなんか芸人としてしかね見られていなかったジャズマンもですねあれなんですよヨーロッパではアーティストとして認められていたので,でそんなに食っていけなかったのでアメリカの場合だとなのであの自分たちのことを芸術家としてみんな大事にしてくれるヨーロッパの方がやっぱ居心地いいわけですよね仕事もあるしっていう感じでまあもう当時ロックとかにね席巻されてしまってジャズマン演奏の場所をどんどん失っていた時代なんですよ60年代に入ると。だから ケニー・クラークを筆頭にですね、ドラマーのバド・パウエルとかジョニー・グリフィンとかケニー・ドリューとかでデクスター・ゴードンもいわゆるジャズ・イグザイルと呼ばれてヨーロッパを活動の中心拠点として演奏を繰り返していましたとでもやっぱり、まあ、バド・パウエルもそうですけれどもやっぱり晩年は自分の生まれ育ったところに戻るんでしょうね、まあ、デクスター・ゴードンは戻ってからもしばらくは長生きしましたけれどもねその後あの映画に出演したりとかもして、ね「ラウンド・ミッドナイト」とか。 でも、まあ、13年ほど、まあ、デンマークのコペンハーゲンを拠点にして活動演奏活動を繰り広げていましたとその最後のアルバムですとやっぱりね饒舌なニルス・ペデルセンのベースのサポートがあるのでもう本当にたくさん音を弾いてくれるので,でしかも前のめりのビートで退屈させないノリなので。 やっぱり全然飽きないで、ね、今どの位置にあるのか曲のどの辺を弾いてるのかってすごく分かりやすくベースが提示してくれているのでもうピアノいらんねみたいな感じで安心して聴けると思いますね、まあ、グリーンドルフィンストリートとかもねまあとても聴きどころというか聴きやすくていいんじゃないかと思いますあとグッドベイトとかねこれジョン・コルトレーンもやってる演奏なので聴き比べてみるといいんじゃないかなと思っております、まあ、あまりねこのアルバムは デクスター・ゴードンの代表作として訴状に載せられることの少ないアルバムではあるんですけれども、まあ、他にもっといいアルバムがあるからってことなんでしょうけれどもね、まあ、こういうアルバムもなかなかこういう何でもないような普通の演奏の中にもデクスター・ゴードンの持ってるこう太,く太くて朗々と歌う でちょっととぼけた味わいもあるようなそういうのをたっぷりと味わえるアルバムなので、まあ、デクスター・ゴードンね代表作の「アワーマー・イン・パリ」だったりとか、まあ、ブルーノートに集中しちゃうんですけどねあのデクスター・ゴードンの代表作っていうのはねあの「ゴーだったりとかね「ワンフライトアップとかね、まあ、でもそれだけがデクスター・ゴードンじゃないですよってことでね、まあ、スティープルチェイスだと私「ジ・アパートメントってアルバムがすごく好きなんですけどもね、まあ、ニース・ペデルセンであとケニー・ドリューのピアノが入っているアルバムなんですけれども。 それてたくさんいいアルバムをいっぱい残しているデクスター・ゴードンなんですけれども、まあ、ぜひですね7枚目か8枚目ぐらいにデクスター・ゴードン次何聴こうかなーって一通り代表作聴いたからさあてお次はって思った時にこういうちょっと変わり種のね、まあ、編成が変わり種のアルバムに手を伸ばしてみるのもよろしいんじゃないかなと思いましてご紹介させていただきました。ということで今回は1976年の6月15日録音されましたデクスター・ゴードンの「 ララバイ・フォア・モンスターというアルバムを紹介させていただきました最後までお聞きくださいましてありがとうございました